女の子が俺に声かけてきて LINE 交換して来週金曜日デートするってね。まあそれはナンパなのか一応わかんない。あーラムさん、ラムさんありがとうございます。ラムさんあんなミニアチャーやったよ。ラムさん、ラムさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ラムさんありがとう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 ね。ラムさんありがとうございます。可愛い子と違う配信しろよ。じゃあ女の子用意してよ。まず可愛い子を用意してよ。君たちが可愛い子を用意してください、ね、女の子を。全然寒くない。常に俺体がほてってる、体がほてってる。金前さん引退してなかったの？今飲んで、いやさっきまでだ、叙々苑でハイボールあの10杯ぐらいなんだ。ハイボール10杯ぐらい。どんなのや、野田で寝てたら出てくんないじゃん。野田の家行ってみる？タクシーで行くだけ。多分寝てると思うんだよね。多分大福が死んだショックで出てこないと思うんだよ。もう寝てるから野田の家行っても。ああ寿司買えないな。あ、野田の家で寿司頼めばいいじゃん。買っていくのめんどくさいよ。だって両手塞がってるの。右手杖、左手ね、このこれを持たなくちゃいけないの。携帯を両手塞がってて、ね、買い物もできない。結局俺だからもう普通の人間じゃないから。はい、月さんはだから死んだかもしれない。雑談たぬきで自殺したってささやかれてる。今月さんの姿言ってもさ、出なかったらもうさ意味ないじゃん。野田の家行っても。多分今日は日を改めたらいいと思うよ。野田って多分ショックだと思うよ。大福が死んで無駄もかわいそうだって、うんうん、でやっちょの家分かんない。特定されてないでしょ。やっちょの家特定まだされてないで。やっちょの家ドアが開いてる。野田の家の開いてないでしょ。ちびひろに続き大福も死んだんだ。2日連続で。いや黒駅で連れてったら皆殺しだよ。野田のハムスター全員食べられちゃうよ。腹減ったな、なんかお腹空いたな。だけど叙々苑で肉ちょっと食ったけど。他に誰かいないの都内に今。誰か遊べる人都内で。セクキャバ行こうよ。セクキャバ行ったら放送終わりだよ。セクキャバで放送できないから。あとヒゲ剃ってないから女の子に嫌がられる。でもセクキャバ行く時はマナーとしてヒゲ剃らない。怖
近藤組長なんて柏からも出れねえだろう、免許ねえんだから。一生柏にこもっちゃうよ。柏の組長に変えろよ名前。近藤じゃなくて柏から出れないんだから、二度とな。一生柏のよゴミみたいなよ家で吠えてるよ近藤とか。柏だけの組長になっとけよ、シャブ中だからカスやろよ。何が近藤だよ、ふざけやがって。魂なんかねえんだよてめえに、よふざけやがって。ゴミがやわよ。ユイガが遊びたい？ユイガいねえじゃん。ユイガどこに？いないよ。リカピーさんね、連絡がないんですよね。多分俺と遊びたくないんだと思う、リカピーさん。リカピーさん俺と遊びたくないっぽい。ユイガの彼女だからね、リカピーさん。まあ、なんかランハゲと会うって言ったね。ランハゲのことが好きやってたね。でランハゲとリカピーさんが今いい感じっていう話は聞いたね。だ昨日なんか天皇賞秋で競馬場からコラボ配信したし、ヤンハゲとリカピーが。まあ、俺も放送だったから見れなかった。お前ら見たんじゃない？リカピーとヤンハゲのラブラブ府中競馬場デート。まあ、俺は裏でやったから配信、パスバーのね。やってくださいで、よっさんも競馬やってくださいよっつって。高橋も競馬好きだから。どうするか、暇だな、暇。リカピーなんてクルビッチと同じ倍女だ。そんなこと言ったらね、クワッチの配信者と配信者なんてみんな倍女って言われても仕方なくない？誰もよっさんに帰んなきゃいけない。いや、昨日は新八丁と野田がカスバー来てくれた。カスバーで配信した一人で、ね、新八丁と宗くんが来てくれました。あとなんだっけ、アツシってやつと中ちゃんが来てくれた。好きな話本当っすよ。リカピーさん3ピーすんの？そんなのしないでしょ。金前電話してコラボして、何今引退放送やってんの？金前さん今引退しますってやってんの放送。野田の家、いや野田のもういいでしょ。うん、野田の家ってこのドア叩いたらで野田が出てこなかったらね、満足してけん。それはしょうがない。宗君今 寝てるしショック、大福が死んだショックで寝てるわけじゃん。だって野田の家行ってこうピンポンってなって出なかったら俺帰るよ。野田の気持ちも考えてあげなよ今。野田の気持ちも考えてあげて、今大福が死んでさ今悲しんでる。
女がいたら神かい？何じゃ。今放送やってるから今、ね、野田が女を連れ込んでいるってこと？それはないでしょ、新居に。それはないでしょ野田、そういうことやらないって言ったもん。女とかもうめんどくさいから、俺 女とはもうセックスも二度としないですよ、一緒。めんどくさいの女はもう。いや、スクープってなんで芸能人かよ野田が。ねえ、あの週刊誌のやつじゃないんだから。ラミアさん、いやラミアさんも行かないでしょ野田に。おっさんですか。あ、はい。あ、ステッカー売ってます。あ、もうないんすよ。本当ですか。さっきで全部なくなっちゃって、ちょっと持ってるやつが。申し訳ないですね本当。よかったら、はい、少ないですけど。あー、ありがとうございます。握手してもらっていいですか。写真いいですか。あ、写真、あ、写真。僕ちょっとインカメ壊れちゃって。え、あ、ほんとインカメ壊れちゃってるんですよ、はい、あ、そうなんだ。ちょっとキーで撮って大丈夫ですか。あ、いや全然いいですよ。あった、1000円もらっちゃった。お布施もうな、あのね、ジュースとかなんかね、食い物とかよりこれが一番嬉しい。ジュースとか食い物買う金を、1000円をね、花火一発分、これをリアルでくれた方が嬉しいよ。1000円でいいよ。ストロングゼロをね、500を5、6本、重いじゃん、買ってこられても飲めないし。まあ、さっき占い、あの無料占いで1000円と、歌のやつで3000円流し、4000円あの小敷のあのやつが入れちゃったです。ゆいさん、彼氏2000万もらったの、おごってよ。お金ないよ俺、おごってよ、おごってよ。ねえ、ゆいさんの放送に出るから俺に飯おごって、ジョジョ園。またジョジョ園行きたい俺。さっき女の子と行ってきたよ、ジョジョ園。さっきニャさんとジョジョ園行ってきた。リスワン取らせてあげるのに、ゆいさん俺と絡んだ。リスワン取れるんだよ俺とね、配信できた。立花さんが受信料払わなくて訴えられたって。新人リスナー向かってる？誰新人リスナーって。コラボいいんですか？いいですよ全然。俺と、あ、でもジョジョ園嫌だな。なんか寿司がいいかな、うん、それか居酒屋。ジョジョ園さっき食ったから。いつまでいんの？俺30日まで。30日。で、あとね、31日企画やります。渋谷のハロウィンに22時から、まあ、8時ぐらいからスタートで、多分 2,3 時間で着くと思うんだよ渋谷に。で、ね、こう渋谷をぐるぐる回ります。それで青信号で、ね、パリピたちが、ね、進めなかったら説教します。それやります、31日ね。楽しみにしてください。渋谷のね、もうそういうやつは俺は
許せないんだよね。引いてやろうか本当にな。おい、赤信号なのにね、道路に出てね踊ってるやつとかを引き殺してやるよ。それぐらい俺はもう怒ってる今回。それぐらいやりますよ。もう俺も激怒するからね、それは。それぐらい喧嘩になるよ。ね、渋谷のパリピをね、ちゃんと交通ルールを守らないね、ゴミどもを説教しに行かない。31日は。許せないよ、それだけは。で、みんな来るって。ミズニャンも、野田も、これこれもみんな来るって。野田、ミズニャン、これこれ、石川、全員集合するで31日だけど、その中でも俺が持っていくから全部。俺がねトライクでねやって説教して、全部俺がその閲覧を吸収するから、セルみたいなね。ミズニャン、これこれ、石川ね、そこら辺のリスナーが全部俺に注目する。これ閲覧1万も硬いよ今回。閲覧1万、吸収するから31日は。俺が主役だから31年から完全に。1万超えいくでしょこれ。あれ、これこれはちょっと撮影が放送やるのか分かんないけど、逮捕な